貝にも見えますが、これタコなんです。この殻はその中に卵を産みつけるためのものです。日本海を回遊する貝ダコです。北海道沿岸まで来るのは珍しいそうです。しかしここ数年、もっと珍しい訪問客が漁業関係者を驚かせています。余市町ではジンベエザメが網にかかりました。函館では巨大なマンボウ。温暖な海を好む魚がなぜここまで来たのか定かではありません。そしてオホーツクの海ではなんとブリが大量。夏秋の水温が高くてオホーツクもちょうど適水温になっちゃうと。増えた原因は高い水温です。ブリも対馬海峡から東シナ海で産卵したり越冬して日本海北上してきます。そうすると夏秋が水温が高いということはより早くより北側まで行っちゃうと。つまりオホーツクまで前は行かなかったんですけども行くようになったと。越冬場所も東シナ海から能登半島沖へと北に移動しました。これはもうすぐ北に上がりますね。だから早い時期に北海道までやってくると。だから6月になったらもうすでにブリが来てるっていうことがありますね。また富山湾が北限だと言われていたケンサキイカやアオリイカは函館の海でも釣れるようになってきました。海水温の上昇が海の生き物も港の風景も変えようとしています。